俺に任せとけ。サーリス、狩り場に来る気になったってわけだ。歓迎するぜ。あんたみたいな腕自慢のやつに、ここにいるイズバードがぴったりの試練をいろいろと用意してんだ。テナークスが言うところの印を獲得できる。狩り場はカージャのものじゃないのか。テナークスも自前のを持ってんだとさ、カージャに言わせりゃ西部の連中に真似されたってことだ。実際カージャを追い出した後はテナークスがここを利用してたんだ。印を獲得した者に渡していたメダルも置いてったんだぜ。見ろよ。いいだろう、カージャからの戦利品だな。テナークスの地のどこかで物と交換できるらしい。まったく野蛮な連中だが、昔のカージャも同じだな。ああ待てよ、あんたが西部に行くなら報酬でメダルを渡すようイズバドに頼んでやる。あんたの役に立つんじゃないか。ありがとう。腕試しに必要なものは俺に聞け。あんたの役に立つものを揃えてるぜ。頑張れよ。テナークスが欲しがるメダルならここで手に入るぞ。そうだ、よかったらこいつを受け取ってくれ。サーリスを助けてくれた礼だよ。いつでも始めてくれ。ロープを使って降りるだけだ。試練に打ち勝ったな。大したもんだ。受け取ってくれ、救世主。準備いいぞ。ロープを使って降りるんだ。なかなか見事な戦いぶりだった。さあ、これが報酬だ。ロープで降りたら計測を始める。ダークスによってここから撤退した時のことは今でも覚えている。嫌な記憶だ。救世主への報酬だ。腕を磨くのに遅すぎることはない。噂は本当だったか。天の翼に乗ってレガーラを倒したというのはお前だな。族長を助けてくれて感謝する。
狩り場によくぞ来た。私はイビーナ、この場所の管理者だ。機械と戦うための訓練の場を提供している。それが私の部族であれ、隣人のウタルであれな。カージャの狩り場のように。ああ、どうやら奴らは自分たちが狩り場を考案したと言っているらしいな。だが我々は派閥のラインより以前からこうした場所で訓練してきた。そして我々の試練はカージャのものよりずっと厳しいはずだ。お前ほどの腕の狩人ならば楽しめるかもしれんな。試練に勝てば見返りとして印も手に入る。そしてさらにメダルも獲得できる。赤の動乱で我々がカージャに勝利した証のな。そのメダルを樹海にある闘技場に持っていけば、そこの者が我らの部族が誇る最高の武器や防具と交換してくれる。覚えておくよ。もう行かなければ。他にも狩り場はあるのだが、そこもお前に解放されるだろう。天と共に。ここはお前の狩り場か？そうだ。試練に挑み、噂に聞く腕前を見せてくれないかね。いい試練だね。ロープで下に降りたら計測を始めるよ。大した腕だ。報酬を受け取るがいい。まさに評判通りの腕前だな。いい試練だね。ロープで下に降りたら計測を始めるよ。兵器の指令のことはどうも気に入らなくてね。だからここに飛ばされたのではないかな。これはお前のものだ。ロープで下に降りるがいい。試練達成を期待しているぞ。報酬にふさわしい腕前だな。
これはお前のものだ。挑戦したくなったら教えてくれ。空の一派の狩り場にようこそ、当主様。あ、アーロイでいい。そう。この狩り場で何世代も訓練してきたの。ここの試練は手応えを感じてもらえるはず。ロープを選んで降りたら試練開始よ。見事な狩りだね、アーロイ。報酬があるよ。見事な勝利には報酬を渡さないとね。ロープを使って狩り場に降りれば開始だよ。狩りを楽しんでくれたようだね。真の狩人への報酬。ロープを使って狩り場に降りれば開始だよ。狩りの申し子だね。真の狩人への報酬。
いつでも待ってるよ。自分のかつての天のように私の部族は最も強力な機械を相手にその勇気を試す。お前もそうするがいい。ロープで下に降りたら試練の開始だ。試練に打ち勝ったな、カリウドよ。報酬を受け取るがいい。これはお前の技量の証だ。ロープで下に降りたら試練の開始だ。これはお前の技量の証だ。ロープを使って降りたら時間を計測するぞ。
共にいるんだ。受け取れ。また来るがいい。